えらいご機嫌ですよ。なんかご機嫌のいい日本男性たちもおじさんたちもいましたね。きっと昨日の夜は楽しかったんでしょうということだそうです。な、内容は言えません。内容は言えません。想像が工事中ですよ。工事中。工事中の写真どこまでは何があるんですか。だって工事中の写真なんか撮れないよ普通は。普通撮れんわな。暁の陣。工事中。貴重な写真が映像が撮れます。何十年間に一回。何十年間に一回ですからね。やっぱり僕たちラッキー。ついてるついてる。ありがとうございます。感謝します。素晴らしいね。だって何十年に一回のその時に立ち会えるなんて。しょっちゅうないもんねこういうの。でも多いね。寺院の工事で今。なんか対策があるのか。タイのなんか国があるの。寺院の工事多いな。あと個人のお金が出ますから。これね、こういう人がですね。予算が出ますね。すごいね。あれが踏み込む機構です。もう一回お願いします。あれがフミポン国王です。フミポン国王。はい。タイの今の王様です。あ、なるほど。ラマ9世。ラマ9世ですね。今の皇太子がなったら、ラマ10世になります。なるほど。ここが一番見えますけど、あそこ見えないですか。うん、ここ全体見る。すごい、あんな高いところでやっぱ上がってる。パイプ鉄パイプ始まってるところね、あそこまで上がっていきます、本当は。うん、階段がものすごく急いです。そうですよね。行きますか。